福岡市東区の箱崎浜には、昨日午後6時ごろから各流れの男たちが集まりました。男たちは海に向かって一礼した後、清めの砂、おしおいを手穂と呼ばれる竹で編んだ籠や木の枡などに入れていきました。おしおいは書き手の男たちが体に振りかけて身を清めるために使われるということです。博多祇園山笠は今日の流れ書きで柿山が動き出し、15日の追い山でフィナーレを迎えます。